あれ？音入ってるよな。普通に音入ってそうだな。はいよ。あ、自分の声は入ってないんだ。YouTube の配信に小山の声だけ入ってる。俺の声は入ってないんだよね。なるほど。なんかそれだと嫌だからマイク入れとくか。よし、これでいいだろう。いいんじゃね？今、ディスコードにいるのは、りょうたも射撃訓練場来るついでに。ああ、いたわ、ごめん。きゃーす。え、何？誰？イブパソって。いや、俺も誰で。いや、俺とお前誰で。俺といた人の時誰で。いや、誰だよ、マジで。え？イブパソ。これさ、絶対ランダムでさ、ランダム誰かな、あれ。音入ってるよ。名前つる。そうすぎん、これ。イブパソって面白い名前してるね。これにしようかな、もう俺、イブパソ。やめろよ、お前。最低を、人の名前パクる。どうすかな、俺。まあ、俺で止まってたから、いつもね。オッケー。じゃあ俺は301マセフやな。黙れよ。別にフルセットでいいんでしょ。オッケー。負けたら俺。負けるならこれ。まあ、負けることもあるだろうよとか調子こいてると一回も勝てないから、ちゃんといきます。とりあえず動きが見たいでしょ。なんか喉の発声が良くないな。おお、YouTube で見るとマジシュールなんだけど。はい、多少の声だけ入ってない。いや、俺の声入ってるよ、YouTube。全員の声入ってる。あ、全員入ってない。何がシュール？YouTube の方で今俺確認しながらやってるんだけど、これまあ俺の発声良くないな。はあって。何だよお前。同じく G ハブと。イブパソ。何してんだって。マジ誰だよイブパソって。やろう。オッケー。見えるこんないらん。やだね、俺が担当してやろう。オッケーオッケー、いつでもいけるよ。俺がやってっから待ってて。キリ、アークスターが爆発したらスタートで。了解です。リブパソ対。
エミリアしか勝たん。果たして。ちょっと待って、俺のスタートポイントが。俺に離れとこ。見つかった。攻撃を受けてる。よタカのレースは。撃たれてる。いや俺が下手くそなんだなマジで。下手くそ、ちょっと待って、俺が下手くそすぎたマジで。全然準備できてなかったわ。まず部屋が温まってない時点でダメだ。俺の部屋は何度だと思う？正解。ちょっと痛そう、俺とやろうぜ。ついでに。ああ、オッケー。俺もに、ここさえやって。どこでやってるんだっけな、うん、ここか。切り替えてくれたらもういける、俺は。それでも。よし、いたしょ、スタートだぞ。オッケー。行くぞ。で、アークスター飛んできてる。サンダー足を作れる。俺だからね、これ。変な、変な。びっくりした。手冷たい。真ん中行けよかったな。した今なんかすずいぶん時間かかったな。まずい、ちょっと待って待って、やべ、画面切り替えちゃったねえ、ちょっとそれは違うじゃん。大丈夫、リブパーソ何してんだよ。あれ、出たマジで。これどう直すかわかんないやつ。イブパーソ何してんだよマジでよ。ちょっと待って、痛さの重要な部分取れてないって。何、俺少し隠れるの一番重要。あれ、まあ敵からの視線もそうだけど、傍観者に配信してもらったら一旦敵からの視線じゃないと意味ない。Windows じゃあこれか。あ、じゃあ Windows コントロールこれ。あ、違うよ。あー来た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 。今マジこれなんでこんな機能あんねんマジで。もういた、そう今のじゃ決着つかないじゃん。ごめんごめん、もう一回もう一回。じゃあもう一回ここさんで言う次。いいけど。はい。アークスター。間違った。危ない。おい、多少やっていいんだよ、ね。見つかった。うん。攻撃を受けてる。やっほい雪。え？えってな。お前。お前、変なリップ送ってくんな。あっ
マジかよ、マジかよ。パイセン、いや、フレンドリーだった。やばい、早く切り替えろよ。なんでだよ、なんで俺切り替え、おめえ切り替えろよ。なんで俺切り替えなきゃいけねえって。いいの、え、だってリョータがゲーマスじゃないの。いいだろ、こっちの。おい、そんなん関係ねえだろ。だって、だいたいさ、いつものパターンだと俺が切り替えてフレンドリーファイアオンになってるんだもん。だからいつも通り、あ、いつもと違って俺はそうしました。待って、マスティフの弾持ってくる。頼まれてちょうだい。これじゃ足りねえ、まだまだあげるぞ。同じ結末にはしない。意外と暴れてんな。いたその仮面から消えてるわ。ちゃんと危ねえ、あそこで看板に倒れて死んだらもう。今日はあれだ、ボルトの調子悪い。てか何、お前ら何やってんの。うん、タイマン3、はい、切り替えよろしく。こうしなきゃいけないから無理なんだ。コントローラーじゃないから無理。アクスタ投げた。ああ、下落ちない。じゃあ俺投げるか。行くよ、いたしょ。行くぞ。ちょっと待って。あ、は、はい、はいはいはい、はい、オッケーオッケーオッケー。もう、もう誰かが投げたみたい。カイノがいる。パスファインダー？あれ？待って、あ、リョータか。まあ、タイマー終わったら行ってよ。お前どこに読み違えた。あ、待って。弾ねえって。おい、おい、待って、こいつ回復するじゃん、そういえば。待って、その配信見てる。お前ら泥仕合してんだけど。めちゃくちゃ泥仕合してる。僕に任せて。そうやって泥仕合してるって今。めちゃくちゃ泥仕合してるんだけど。こうやってバカにすんのよくない。いや、バカにやしてない。俺もそう。いや、バカにし。いや、ガチ泥仕合やった、マジで。じゃあ、思ったよりグラップルができない。いや、俺は思ったよりマスティフだった。そう、マジでマスティフ最高だった、さっき。いや、俺ちょっと一生腹出すから殺してくる。来た、泥仕合。イタショー負ける。これはイタショー負けた。えー、カモン。何？うん？やってんの？俺もタイマーやりたい。てかイタショーの画面ってイタショーどこで配信してんの？ YouTube？ YouTube。 マジか。綺麗に頭周辺抜かれたんか、今。イタショー何としても終わらせたい課題ってのに。せーず。何時間ぐらいで終わるの？え？ 6 時間。ちょっと抜けたんだけど。頑張れ。うん。俺はゆきくんと遊ぶから。ゆきくんがタイマーしたそうだから。おー、やるぞー。そっちの配信も見たいな。配信の仕方がわからんから俺。昨日ココさんとタイマン、昨日ココさんとタイマーしたけどさ。ねえ、YouTube のライセンス取っといてよ。20戦3勝ぐらいしかしてない。ココさん。名前変わってるやついるって。またなんかどっかのエンディーが名前変わってんだけど。あ、かっす。何になってんの、イブパソ。待ってね、なんか俺マッチできないんだけど、射撃訓練ちょっと、クルクルしてんだけど。え、出ない、これなら入る。今サーバーに接続中ってなってるだけ。
いけなさそう。おい、一回ゲームキャン抜けよ。オッケー、じゃあ、ルビーに持ってる。サブ。ちょっと待って、たまない、たまない。今のは忘れ。これ誰画面？これここさん画面だよね。何は？ん？この画面は。あと。いたしょう画面、いたしょう画面見よう、いたしょう画面。ここさんの動き見。小山のことが敵に見えてるんだったら俺画面。ちょ、ジャンプジャンプ。いたしょう画面。アクスタ。アクスタ上にぶん投げたこいつ。ピーカー届くまで待ってる。え？パソコンで繋げとってもいいけど、どうする？なんか喋りたいんだったらこっち繋げとくけど。え、ごめん、なんでもないよ、今のは。じゃあ、やりますか。え、小山、あと何戦ぐらいやる？わかんない、飽きるまで。飽きるまで。俺の進化。そうだね。いよいよできるよ。じゃあ、あと3回目安で。じゃあ、アクスター投げます。爆発したら。リュウチに食べるのが美味しい。お待ちくださいや。リュウチをぶち殺す。泣いていないんだから、めっちゃ詰めるよ。オッケー。グラタンか、無理や。あ、やべ、チップ下手。あ、グラップルって言うんですよ、スリー。リップじゃねえよ。あれ待って。低学年。敵をダウンさせた。痛くしないか。俺、グラップルマンマスティフでやろう。じゃあ。で、グラップルマジ下手やな、俺。あ、待って。あ、刺さんなかった。同じ結末にはしない。うん。扇形を成功させたい。と思います。あー、なるほど。だからもう、基本的に詰めるから。オッケー。じゃあもう一回行くでー。あ。今日俺らもじゃあ3回選手でやろうぜ。3回、何？ 3 回選手。先に3回勝った方の勝ち。ウェイ。ウェイ。いやー、俺ウィングマン。ちょっと、1回試しでやって、もうこいつダメだってなったらすぐ武器変えるわ。ちょっとウィングマンで練習するからさ、いつ。ちょっと待ってね、1回。待って、引っかかった。あ、待って。撃たれてる。ゆうきくん切り替えて。なに？イラつく。手がしびれる。いや、俺今めっちゃ動いて頑張って。うざかった。めっちゃ焦ったの。あの世がどんなものか気に。グラップルをしよう。ちょっと待って。え、音届けた。イヤホンとかつける。一生いっぱいだな。レースでやってみようかな、一回。あ。オッケー、行くぜ。はい。あ、フレンドリーファイヤー切り替えてね。いや、なんか配信だからちょっと緊張した。そんなマジで俺気にしたことなかった。ウストつけよ。アクスター、俺が投げるの。あー、ごめん、グレードになった。グレードいきまーす。行くぞ。なんかあいつロングボウなんだけど。え？アイマンでロングボウ持ってきてダメップされてる。密着。全然ダメップしてないけど。めちゃめちゃ近くなるやん。
くりした。めっちゃ近くなった今。待たせたわね。普通になんか動き回ってたらこういうのと密着しちゃったんだよ今。ははさて、もう一回パスでも。あー、いや、ブラハにしよう。じゃあ、そっちがまだやっ、え、どう？そっちは今どんな感じですかって。今、俺が勇気で一回勝ったくらい。じゃあ、あっちが終わるまでやる？小山。じゃあ、行きまーす。俺は 3点選手やる。あ、はい。ブラタンマンです。スタートで。まず、サギン。敵を自宅しない。何をするのか分かんない。うん。頑張って振り向こうかと思ったらさ、マウスパッドが外に出てた。ガッツン。指の動き悪いんだけど。私に還暦を恵みたまえ。勇気とやった時の方がいい。一番いい。まあ、多分ね、試合をすれば一日寝て終わった後は、めちゃめちゃ指の動きが失敗しない。指が温まってた。温まった。今やばい。全然動けない。いやいやなんだけど、この人のロングボー怖い。気持ち感度高くしようかな。俺も感動設定変えたから。え、なんでこんな下がってんの？グラタン食べながらやってるから。ふざけんな、お前。やめて、そうやってダメップすんの。そんのかーって。怒られちゃうよ。いいよ。え？これうまいよ。いきます。うん、ああ、オッケー。これちょっとフライングしちゃったな。いいよ、ちょっと待ってね。半分、半分、じゃあこれあげたい。あ、食べてていい。ちょっと待ってね。コロッツマカロニを設置してピンク。いいよいいよ。お前マカロニみてえな顔してんな、ジャショ。最後16しか入んなかった。マジか。OK。じゃあ切り替えやろ。マジか。今決まったろって思ったのに。見せなかったね。いや、痛そう、やりづれよ、お前。同じ結末にしない。なんで？動きが早い。英検のサバロ。それが。もう結構動き回ってるやっぱ。うん。中は持ってると思う。うん、さすがにいいか。こんだけやってれば1500回もやってる。めちゃくちゃ今合わせづらい。ああ、そうなんだ。なのに試合になると。本当だよ、もうちょっと、ね。落ち着いてプレイしてください。普通にキルとルート。ちょっとこの感度最高なんだけど。俺に勝てるようになったら頑張れ。やばい、この感度釣り用ワンが外れない。あぶねー、あぶねー。そちら危なかった。俺ちょっとね、今、ずっとあれ練習してた。ウィングマンバーして。ユキ、違う、ただユキ 3-1 ロングボーとかにバケモンみたいな変数してくる。マジ強いじゃん。はっ。アークスターを投げる。え、近寄れない？え？っていうかさ、遠距離だったら負けんよ。いや、っていうかさ、今日全く、やってないからさ、全然エイム合わん。攻撃中。まあ、そこからや。もう一回だけやろうじゃん。いやいや、もう一回やろう、もう一回。ゆうきも多分、もうちょっとエイム合わせてきたいなとし。
もうちょっとだけ撃たせて。敵がダウン。少し待って。弾持ってくる。ちょっと待って。焦るな。やばい。まあ、キーボードの使い方は俺よりはもう確実に上手いから。めちゃくちゃ焦るんだけど。ちょ、ちゃんぱ使うべきじゃなかったな。同じ結末にはしない。めちゃめちゃ分かりやすい。そうなんだ。ちょっともう一回やってみてよ。ジャンパーの練習してみ。俺飛んでくからさ、どんぐらいなんだろう、なぞれんのかっていうのをちょっと検証。ヨガは、あれやな、マジでさ。これは普通にあれね、タイマンとかのシーン。結構なぞれるよ、マジで。詰めてこない、あんまり詰めてこないからさ。じゃあ行くで、普通に走ってて。なかなか俺の難しい、あれが。これは、これはね、下だからダメ。横横。いや、全然詰めていいんだけど。コさん戦った時はさ、あれやん、コさん詰めてくるから。ジブラタルな、慎重なのよ。あ、レースにするか。まあ、俺、慎重早いからな。まあ、じゃあ、ちょっと次ゴリゴリに行かせてもらうわ。行くぜー。じゃあ、俺は慎重に行くけどね。俺は慎重派だ。チキンじゃねえ。あ、まあ、割れた。うん、ちょっと、ついでに殺そうとしないでよ。止まってから黒竜使うの何、まあ、止まっ、うん、そういえば黒竜使えるんだって今一瞬思い出して立ちました。マジマステフ今日当たんないっていうか下手くそ。ジャンパ壊しとこう。いっぱい待って、なんか黒竜使っちゃった。え、そっちはあと何回ぐらいやったら終わりそうなの？あー痛い！ロングボス！いやー、ちょっと待って。なんか、動けなかった。ちょっと、これか。俺帰る。うん。うーん。あー。ロングボーが当たるとかで。ロングボーが当たるとかで。あと1、あと1回だ、あと1回。1回、あと1回。何がないって？てかウィングマン上手くねえか普通に思ったけど、戦ってて思うけど。まあ射撃訓練場でウィングマンばっかり練習してるから。なるほど。これで他の武器も当たるようになってる。マジでこれのおかげで。ティッシュ？ティッシュはね、僕が全部使ったよ。何使ったかって食べてよかった。何使ったの？食べていい、これ見つかった。攻撃敵をダウンさせた。私ないから頑張って。ちゃんと詰めてきた。お前動かないの？うん、いやちょっとじっとしてようかなと思って。いやちょっと後でポイントペーパー使った。痛くなかった。やめてそういう話。いやさすがに嘘。いや、ゆきは本当だからな。やめて、こういう話すんの。8割方本当だからな、ゆき。俺を排除する奴らの目論見は失敗に終わった。今度は失敗しない。やめる、8割方本当。うまくなりてぇな。グラップルを使うよ。いた！ああ、それは絶対さ、もう乱数じゃん、その腰打ちは。今のはマジ乱数、適当。くっそー。戻るかじゃ、ロビー。戻る。え？ああ、ごめん。なんもか。あの両手で、今のカービンがめちゃくちゃ適当。戻るわ。そんなに。マジで、あの、横に振ってただけ。ざけんなよ。だいたい俺そうだけどね。うん。ハボックとか特にそう。マジで横に振ってるだけだ。やめてください。いたしょ。ん？いたしょ、ロングボー使える。しか外した。ロングボー使えるよ。か。敵がダウン。ダメだ。大丈夫。マスティフなぁ。どうやったらあかんのちゃんと。頑張ってるしかないんだよな。いたしょ、なんでさ、なんでお前さ、あのさ、マスティフ前段リロードして撃とうとしてんの？え？別に6個リロードしなくても撃てるやん、マスティフ。そうだね。途中で撃てるよ。
二発ぐらいで撃てるよ、途中。二発、一発でも撃てる。いや、あ、こいつ、あ。でしょ、PK はチョーク外すというチョーク。チョーク外してチョーク。は ?PK 使ってんの、こいつ。え何の話？使ってるわけないな。多少だって体力少ないもん。あー、なるほど、ね。あー、あー。なるほどね。あー、マジ？あ、マジ？いや、回復して。いい。多少クレーバー、多少クレーバー。クレーバーはあれだから、腰打ち強いから。クレーバーやすいんだったら俺マジクソ、虚空で詰めるから。いやしょ、クレーバー腰強いよ。クレーバーいいっすか。クレーバーで145。こっち終わったよ。レイさんって何ダメージ、あとそっち頑張って。はい。見てるから今。めっちゃ撃つやん。何怖いんだけど。でもさ、あの、チョーク外してないさ、PK 使ったんだけどさ、なんか、全然ダメージない。どうしたんですか？昨日いたショットやったとき、2位だったとき。急にパンチってもう打つよ。びっくりした、いいから。お前、お前の PK あれなんだけど、あの、あれ、マテリアル。うまい、でもうまい、うまい、うまい。びっくりした、マジで。PK 強え。PK 強えな。マジ PK 強え。びっくりした。PK 強くね。114でたよ。俺100死ぬわって思った。ありがとう。それでも殺せないのがいた。あ、まあ修行に変えなかった。じゃあちょっと次メンバー変えてやろうぜ。メンバー変えて。タイマーはやるの？タイマーもう一回やる。誰はやったの？俺いたしょと相性悪い。俺とココさんはこの前やったんだよ。俺といたしょうか。じゃあココさんやろうぜ。俺だ。俺。ダメだ。敵をダウンさせた。え？え？やばいね、やばいね。おお、お前。いかつすぎる、いかつすぎる、いかつすぎる。最初のクレーバーで小山の頭ぶちのこうかと思ったけど、腰打ちじゃクレーバー当たんなかったわ、そもそも。クレーバー、クレーバー。あ。出しょ。出しょ。戻っておいで。はい、ロビーに戻ります。死んだ。ちょっと遅れてる俺。あ、マジ、くれんの？ラッキー。体がジュース欲してるやろ、待って。俺、両隊に勝てる気しない。やめろよ、俺。じゃあ、勇気の方に入るね。あ、そうそうそう。おいおいおい。じゃあ、両隊さ、ウィングマンでその強さっていうことはさ、普通に得意な武器使ったらさ、やべえってのがなんとなくわかるんだよ。普通にボルトとか使われたらなんかもう、普通に。この世の終わり？あった、それ。いいじゃん、りょうた褒められて。はいはい。昨日、勇気にダメ出ししかされなかったよ。なんて？ダメ出しなんて言ってねえけど。もうちょっと動いた方がいいんじゃないって。いや、アドバイスや。アドバイス。え、俺声聞こえる？いいなぁ、りょうた。はい、問題なくて。あ、しよし。じゃあじゃあウィングマンでそんだけ当ててくるのが俺はすごいっていう話や。じゃあ俺だってウィングマンやるやん。じゃあウィングマンでウィングマンで勝負する？それは嫌なの。俺ウィングマン結構うまい。意外とうまい。俺まあフラットラインマッチングだけど。じゃあウィングマンやるか。イタショムウィングマンやる。絶対やった。ショウィングマン強いよめっちゃ。ああ。やべえよマジで。あのね、異次元。ああ。マジ、異次元。大丈夫ですよ。俺の声大丈夫。ああ。異次元、異次元大好き並みの。オッケーオッケー。あと何やってるか。オッケーです。いいよ、俺全然いける。ああ、ミスだ、ミスだ、ミスだ。なんでもない。もう戦うんですよ。じゃあ、俺投げも持ってきてない。から、切り替えたらスタートで。じゃあちょっとウィングマン使ってみようかな。フルカスタムでやってたよね、君たち。ああ。
あ、どうする？カスタムなし？いや、ありでいいと思うけど。ありでいい。ウィングマンとも、ハンポモザンビークでどう？え、マジか。ウィングマンとハンポモザンビークとか言うんで、勝つ。僕は、あ、マジで？僕はこれ使います。うまっ！待って、これは、格が違うんや、俺とは。勝手が違う、そりゃそうや。俺を見捨てなかったら、うまいって、だから、ウィングマンうまいって、そりゃ。うん、俺、フラットラインにした。フラットラインにした。甘えた、ちょっと俺、フラットライン。俺のこと、ナメプしてるぞ。ナメプしてねえじゃん。俺、ウィングマンなんなら練習してたんだぞ。それ、いい。ゆうきはロングボーだったから調子よかった、ちょうどよかったけど。まあいいよ、やるときもいくから。全然見えねえ。え？うわー、まじか、半分。敵をダウンさせ、少し待って、大丈夫。さあ、なんかあれだね、たまに動き止まってるように感じ。だって今日マジで指の調子おでこが止まってる。そう、なんかね、マジでね、手か今だってフロントライン一瞬で100でとやばい。じゃあ俺ガチでガチで半歩をモザンビークで行くわ。手の動きがやばい。なになに、ガチでウィングマン半歩モザンビークで行くわ一回。いいよ別に、俺は普通にやるからね。後で買う。ああ、ゆきゆきゆき。ん？ちょっと待って、ローバのブラックマーケットここに置かして一回。あ、いいよ、いいよ。うん。弾取りに行くのめんどくさい。ちょっと待って、引っかかった。その段差に引っかかんだ。違った。待って、弾出ない。弾出ない。敵がダウン。弾が。フラットラインやめよう。顔面情報修正、はよ。いいよ、いいよ。いいよ、俺も。やりますか。行きましょう。変えたって、もう始まってます。オッケー。びっくりだ。こいつ5000ぐらいしてんの。マジ今日手数だもん。俺もここさんと同じ武器構成にしとこう。この方がなんか有利不利がないから。マジでお互いがマジで非常派の人間たちだから組み合わないっていう。ガチ当たんないんだけど。ちょっと待って、おかしい、猛弾ネジで俺は勝ったんだけど、おかしい。ウィグマ一発も当たんねえ。ダメだ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 、ウィグマダメだ。お願い、ダメだ、俺はウィングマ使えん。猛弾ネジで俺は入ってないぞ。弾が入ってない。なにこの音の時代、マジで。ダメだ、ウィングマ使えません。入ってなかった。それはまずい、それはまずい。ウィングマン使えません。まあ、ウィングマンマスティフ対決しようぜ。まあ、ちなみに俺にユキと戦ってた時はウィングマンアイアンサイトです。あ、さあ、え、ちなみにさ、ちなみにそっちどっち勝ってんの、そっちは。俺とここが2回ずつじゃない、だっけ。わかんない、俺がわかんない、俺が2回やったかやってないか覚えてない。いけ、まあそんな感じで多分オッケー。あー、オッケーオッケー。はい、買います。おーい、何の武器使ってる。昨日が一番最初かったな。昨日やったら多分ちょいと浮かんでみるかい。でも昨日じゃないから、毎日その
あれが出せればよかったねって話になっちゃう。これ次今回こっちで、あとあっち。あ、ミスター。待て、ダメやん。あ、何に何も映ってない。俺普通にさ、今やばい、パスワインですかって思った。まずいっすね。いやー、開けすぎ。ちょっとトリプレットインクだけしか使ってないっすよ、僕。うん、ね。座って、俺が使えない武器ばっか使って。こんな使ってんの弱ー、マジで。ヘムロック。あ、くそ。なんでなんで最初のリングマンで終わった俺。誰が。うん、俺を見捨てなかったな。あ、本当だ。感謝する。僕が救世主になるのか。こんな失敗しない。え、ここさん、ヘムロック使ってたの。使ってねえ。使ってるわけねえだろうな。そしたら俺 100% 勝てるよ。ヘムロックが使ったら俺。あ、あー、どうすか。いや、マジ当たらんけど。まあ、よいしょ、スナイパー強いっしょ。まあ、スナイパー強い。っていうかさ、回復できないっていうのが痛いよ。スナイパーだったね。だっても回復できない。なんで。ちょ、コントロールが落ちてきてるな。いける。オッケー。何使おうかな。俺もちょっと傭兵を切ったのに。パスファインダーって言ってた。あ、メメ VS エミリアの因縁の対決。いや、エミリアの因縁。攻撃を受けてる。あ、でも2発で撃たれた。やべ。射撃開始。待って、パスワインダー下手すぎ。ロードくん。頑張って。リロードのちょっと、だとそこだよね。ちょっと弾取ってくよ。パスワインダーのエイム悪すぎん俺。パスワインダーのエイムっていうのとね。いや、パスファインダーのエイム、うん、俺の刺したかったところに刺せてなかった。痛い。ラハでやろう。ラハ、これでやっぱ奥さんでやろう。いけるよ俺。よいしょ。今奥さんと割といい感じ。そうなの。もう俺はユキに惨敗だよ。もうダメだ俺は。お前やばいって。いい、できる、いったじゃん。あ、いいよ。見えてる、見えてる、見えてる。あっ、ちょっと見えてる。あー、待った、死ね。あー、やった。本当はマジで無理。難しい、この編成難しいでしょ。俺たまにこれを君たちとやってる時使ってる。近距離の方がね、ウィングマンあったもん。で、無理だな、これ。無理だな。自己回復してるくらい。俺、ウィングマン、あれつけてくる。ちょっと待って、サイトつけてくる。
いや、ファイアーサイト楽しいけどな、ちょっと。スナイパー無理だ無理だ。俺もスナイパー使おう。俺一回フラットライン使ってるんだけど。ガーティンとスナイパーに一方的に殺され続けてます。行きます。もうだ。ダメだダメだ。俺もスナイパー使う。変われんだ。被弾にも変わった。俺スチームガンだから。出た出た出た。クレーバー持ってくれ。クレーバー持ってくれ。クレーバー？クレーバーでやる。クレーバーやるクレーバーやる。オッケー。危ない。クレーバー、クレーバー。オッケー、いいよ。見つかった。攻撃を受けてる。おお、上。間違ってコグ使っちゃった。間違ってコグ使っちゃった、ラッキー。あー、おいおい。ちょっと待って。クレーバーに目覚めていたまし。クレーバーに目覚めていた。当たって。いやまあそりゃそりゃさ、まあ。ちょっと恥ずかしかった。さあここだ、PT クレーバーで戦おうぜ最後。ああ。家の中で起きてた一問前。ああ。マリオテオバガ。ごめんごめん。最初クレーバーでてそこ PT で詰めれば勝てる説。やだそれ今俺負けたいもん。クレーバーにやると。よし、やろうでも行く。いいよ。ダメだ、今日下手くそ。よし、行くぞ。よし、行くぞ。ちょっと光った光った、やべ。死ぬ死ぬ、このままでは死んでしまう。死んでしまう。情けない。なんかこれ先に頭出した方が負けそう。いないんだけど、いたしょ。いないんだよ。あぶれ。え、いないんだけど。いたお。マジでもう無理。やったー。もうさあ嫌いなんだけど本当に。かっけえ今のこれ。マジかー。やっぱあれだね。俺も自分でやってて思ったけどスナイパーもさあやべなってる時間が長くなる本当に。ね、はい。俺スナイパー持ってない。そう、もう立ち止まってる時間長いな。そう、気づいた俺。やべえこれって思った瞬間殺されたわ。いやそれはうん自分で分かってた。うん。あれは。それはねうん。やべえこれって今。思った瞬間死んでたわ。うん。いやちょっとあれはすいませんこれ実戦であんのか、ね、いいてか面白い面白いクレーバー勝負になった瞬間面白くなったしてキャラでいったじゃんマジはいでラストラストクレーバークレーバーだけラストクレーバーだけオッケーこれさクレーバー当てられたら終わりじゃんあいかに当たらないで当てれるかっていうところで私はまだ死ねないのだ。今度は失敗しない。クレバーマジマギするからな。何それ。クレバーの弾道って曲がるんだよめっちゃ。ビーバーって湾曲に。曲がるっていうか落ちるよね。それは落ちる。偏差があるから。いる場所分かってた。
や、頭抜いた方が勝ちだったよ、これ。マジで頭抜いた方が勝ち、当たり前だ。やば、頭抜かれた。うわ、やべ、やらかした。普通に体出しながらリロードしてた。最悪。クレーバー終わり。クレーバー終わろ。オッケー。普通に俺もスナイパー使おうとしたら。うん、スナイパー使おう。スナイパー使おう。グラップルを使うよ。ちょっと待って。何使おうかな。クレーバーをさ、ちゃんと当てる。俺自分使っていい。どうぞー。そうやだやだやだ。だって自分でクレーバー一発防げちゃう。あ、そうなんだよね。ガンシールでも防げなくなるんだよね、これから。え、そうなの。そうだよ、あの防げるけどその分のダメージは入る。そう、ダメージは食らう。あーね、いやそれが一番いい。まあ、でも自分でもさ、変色だったらワンパンやん。あ、違うんだっけ。当て、いや、ワンパンで全部全員使おうかな。ユキさっきからさ、痛い。さっきから何使ってんのあれ。スナイパー、うん、スナイパー撃ってね。俺え、俺両方やってた時はロングボウで、痛しがやってた時はあのトリプルテイクとセンチネル。あー、待って、何どういうこと。トリプルテイクとセンチネル日本で痛しがやられてる。違う、あの交換してた途中で。あね。戻れ。そしてもうすぐ行くぞ。俺は準備 OK でーす。準備 OK でーす。この音はセンチネルか。当たんねえ。めっちゃ当たるやん。敵がダウン。なんかめちゃめちゃ EVA キーボードの音入ってた。ダブタブ EVA だか、時代のダブタブ EVA。 俺のも入ってる。いや、俺のいたしょ、いたしょ。なに、ここさんの音はもう入ってるけど、なんかいつも聞いてる音だから、いつも聞こえない音なんだよね。え、俺の俺これやられたらマジでうざい。スナイパー使って。今の。ああ。無理やな。対処できんよ。急に近づかれた。見つかった。攻撃を受けてる。てかまあ。もうちょいスナイパーでやろう。まあね、え、俺のキーボードの音って入ってるのかな、これ。聞こえる俺のキーボードの音。今使ってみよう。ねえねえ、え、俺のキーボードの音って入ってるから今めっちゃカチカチやってる。あ、なんかカチカチは聞こえる。確かに。なんか、うん、うん、聞こえる。あ、やっぱそうなんだ。ちょっと待ってた。行くれば。俺を見捨てなかったら感謝する。よし、やろうぜ。はい、失礼いたします。もう10時半。あ、いいえ。やばい。試合行こうぜ。これ、じゃあこれでラスト。オッケーオッケー。じゃあこの勝負ラストね。いいでしょ。オッケー。いいよー。いい、変えて。ああ、オッケー。船。いや待ってな、もうこのダンスうざ。ねえ、これこのダンスはガチでうざい。思いっきり引っかかった。いろいろできてない。お、やべ。
なんか動き決め。ダメです。当たりませんよ、今。今当たりません。うん、マジでいいの。今の動きもう一回やってみる。もう一回やってみる。で、ゆきの目の前で。うん。それうざい、それうざい。あいつ溜めてるぞ。溜まねえんだもんだって。じゃあ俺今からお前の弾食らわない状態でクレバー拾いていく。もう何でびきそれ。お前301だよ俺は。待って。301か。待つとかねえから。じゃあ待つわ。ああ、弾ないって。さあ、ユキはどのぐらいなぞれるか。ね？ユキはどのぐらいなぞることができるか。ジャンプしてる状態の俺を。ジャンプしてる状態分かったらいいよ。いいよ。あ、俺あっちに飛ぶからね。うん。行きまーす。早く戻ってこいって。下手くそすぎる。下手くそすぎる。一発も当たんねえ。え、何使ってんのそれ今。ウィングマン、ウィングマン。あ、ウィングマンか。それ当たってよ。もう一回、もう一回。もう一回。行きまーす。これで、これで終わろう。一発。ここ、壁の裏にかけられたら。まあいいよ、悪い。悪か。ウィングマンはでも全然俺練習してないから、無理。どうすんの、これ。組み合わせ？うん。どうなんかな、俺とりょうたで、ここさんだと同じとこ行けるかな。行けると思うよ。じゃあそうしてみる？俺ちょっと、GC22 か。じゃあ、俺とりょうたでやってみるか。じゃあ、ショコココさん2の人いる？俺1。2に変えてくる。来る、来る。おい。俺は2だからな。じゃあ、一応ショーでいいやつ。何が？お前が2なら2でいい。俺はね、俺は2よ、確か。お前も2かよ。うん、ブラッドハウンド、ブラッドハウンドと呼ぶ。ブラッドハウンド。招待した。ハウンドと呼ぶ。行く。うんと、え、俺はつまりどこに入ればいいの？よし、ココさんと。オッケー。で、あれ？何度も入ってこない。あれ、ココさんとこって言わなかった今。ココさん？いや、お前、ココさん。待って、それココロンでした。ココロンよ、これ俺。ああ。え？あ、俺はココロンや。あ、違う違う違う、ミス、違う。ノーです。はい、また招待して。あれ？あれ？待って、ま、なんか誰が誰かは分かんなくなっちゃった。俺って勇気でやんだよ。あ、オッケーオッケーオッケー。こっち2になってる GC。大丈夫。東京に。え？東京に？いいの？え？誰がパーティーリーダー？俺。東京2じゃダメ。あれ、ここさん変わってるんだ。ココさんは、うん、ココさん。じゃあ、ココさんパーティーリーダー。小山や。パーティーリーダーです。うん。はける。いつ？オリンパスあともうすぐで終わるよ。え？オリンパスあと40秒で。じゃあ30秒で。ユキヨはチェックしてるんだろう。してるよ。エアドロップ拡大操作。始まった。まだ31人だわ。まあこのままやりますか。オリンパス1回だけだし。ク
ソつまんないオリンパス。今始まってる。狭間でこそ生の実感が得られるもの。あなたで選択が結末を変える。あれ？今回のチャンピオンを紹介します。精神の戦いを神人。あ、いいねいいね、僕だ。今回は私がジャンプマスター。これ敵と被ってね。だいぶ被ってない。被ってない。こう、いや、でもワンパしかいらんと思うけど。行くぞ、ゆき。一緒に、ここ。一緒に出力、出力。あ、やばいやばい。はい。ナイス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 。これ取っとくか。あー待って、作った。ここにいる。ハイハイにいる。回してハイハイか。いやー、どっちも肉か、これ。どっちも肉だった。ストレイン強く言うじゃん、相手。マスティフじゃなくて、モザンビーク当たってね。チコミ。モザンピークしかない。武器探してもモザンピークしかないっていう。ゆうきとかりょうたもさ、配信できるようにしといたら、YouTube。何分？できなくはないよ。できる、普通にできる。余裕なはずだ。何分？ 35。ちょっと待って。まだ戻ってないの？まだだって、まだ戻ってないって。まだ戻ってないって。35なんてない。20にしよう、20。25で、27分25秒でしょ。ああ、そういうこと？秒数でしか言わないよ、俺。ダッソーさぁ。いや、マッチした。ごめん、ごめん、ごめん。マッチした。してない。してない。した。した。何した？ごめんなさい、ごめんなさい。え？押してなかった。準備完了。でもこっちの方が早くマッチしたか、はい、遅くか、遅くマッチしたか。なぜ YouTube って何秒遅延あんのこれ。俺今3秒大切なのは最後まで生き残ること。3秒か。私に続いて勝ちましょう。ママン。ママン。ママ。や、やば。やば。俺がジャンプマスターだ。ここはいい着地になりそうだ。戦闘準備を。なるべく早く行くか。うわ、間違った。航空使っちゃった。やば、最悪。やばい、やばい、やばい。あとコースティック、あとコースティック。ナイスー。バカ、来てる来てる。まだ来てるね。
るいた書籍いない。いや、無理があるだろ。いた。うわ。進化シールドを発見。レベル2だ。これは私。進化シールドを発見。レベル2だ。2個もいらん。3個あるよ、ここに。ああ。可動値。周囲環境マーク。これは終わったよ。いや、青パケの方にもいないんだけど。マジか。あ、でもここ、アサタートあるわ。こっちへ行こう。マーケットの奥に。行きますか。やばい、勝率 4% 切っちゃった。こっちを偵察する。よいしょよいしょ。板書最大キル数何キル？そういうことだけど、いまだに8。よし、俺の勝ち。俺9、10。50歩100歩どんぐりの手比べ。え上行った。上かよ。中2人です。クソゲーじゃねえかよ、このクソゲー。クソゲーじゃねえかよ、このクソゲー。なんなの、クソゲー。で、今日思った、今。あっ。っていうの、クソゲーじゃねえかよ、このクソゲー。強くクソゲーとか。まちょっと危ね、危ね、危ね、危ね。何秒？22分20秒。はい。てて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 てnのプレイヤーが待機中。あ、始まった。どっちは？始まったでーい。いつ？今どこ？じゃね？多分。59人のプレイヤー。今開始まで0秒。一人目。うん。同じだ。とかそっちで確認するべきか。うん。今確認して、もう59人って見えた気がする。5っては見えた。やばい、俺ら、俺ら、うん？俺。あ、そうだ。あ、わかるよ。ゴースティングしよう、ゴースティングされる。ゴースティングすか、ゴースティング。ゴースティングすって。今回のチャンピオンです。いや、こっちから、こっちから見えるから、そっちの姿に。あれ。あ、同じだね。同じだね、同じ。同じ、同じ。殺す。俺5秒ぐらい遅延あんだけど、いたしの日中降下する、こらえて。5秒ぐらいあるか。ねえ、これこれ、ここさんの、ここさんの日中だ。はい、どっちも見てんの。俺やん、どこ行こう。一人なさそうなとこ。こっち行く。ああ、誰どこにピン刺しちゃうんだ。俺このまま下行こう。ああ、一部隊いる。一部隊いる？うん。ファーストキル。予測できなかったわ。やばそう。
や。もう言うと俺もモザンピークしかねえから、そんなすぐに戻る戻る。戻る。戻る。やばい、紫はまだ。あいつらやっぱゴースティングするしかねえな。やべえ。あ、死んでる。いい名前知ってんじゃん。あ、フィニッシャーされてる。ベッチ。急に現れたんだけど。いる？わかんな。どうしよう、また生きてる？生きるよ。無理せんな。ダメだわ。あ、死んでる。あ、僕に殺されてる。本当だ、田舎の兄貴。兄貴。兄貴。どこら辺に降りてたの？で、どうしよう。社長、あれだよ。ゴースティングする。あ、なるほど。早く。私は立ちた。なんか後ろ、雪、後ろ。ぶっ殺したかったな、おめえ。アショートするくらい？どこら辺だ、アショートしたのに。なんか、でも、いないかも。ごめん。あと7秒で溜まるから後ろスキャンしてみるわ。前見て。いいよ。多分大丈夫だと思う。でも開いてんだよね。アシャットでもないんでしょ？ないないない。出て出て。あ、無視して。あいつらどこ行ったんだろう。ラパシティとか。でも銃声しなかったから違うからラパシティ。うん。お腹すきすぎてこれをちょっとずつ食べててごめんね。あ、いいよいいよ。美味しいっすよ。いいよいいよ。一発どつかれるくらい。え？一発どつかれるくらい。どうしたわ。そんなことはしないんですよ。二三発かな、普段俺がどんなことしてるんだぜ。確かに。なんかし、なんかしたような、ちょっと聞いてるやついるな。何回か通話中に踏まれてるよ。敵ここ当たった？え？こいつ虚言兵器あるからちょっと、わかんない。敵ここ当たったかって聞いてた。当たった当たった当たった。あ、オッケーオッケー、なるほど。許された。いたしょたちの敵はどこにいるんだろうね。完成してんの？放置してる。いや、あれやん。火力やん。火力、火力か。めちゃめちゃ遠いんだけど。集計地点あたり行けばいいんじゃね？頑張って。火力か、多いな、確かに。紫のパケがいっぱい降ってる。チャンピオン撃破。あ、敵発見。あ、中継地点でクラフトしたいな、俺ら。で、ここなんかポーター始め、え、飛んでる飛んでる飛んでる。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。俺らを飛んじゃえば関係ねえから。俺らは中継地点の方向かえばいいだけだし。は？あっちに敵がいる。あれ、これは違う。中継地点で流れて戦ってんのやつ。戦ってんの？敵。うん。うち一方的に撃ってる。あれ。クラフトしたかったな。ここ漁られてなくね？漁られてるわ。え、でも反対側漁られてないよ。そう、反対側漁られてない。あ、次がわいなぁ。
今真上から急に降ってきてビビんなかった。ん？今真上から急に降ってきてビビんなかった。全然ビビんな。多分それが敵だったらビビるけど、敵じゃないかっていうか、なんかあ、この銃声か。もうその銃声だと思う。違うな。でもあれだろう、別の方向からも銃声してるから。あれだね、レシピか。お、あ、イタソンたち殺した方、負けてんじゃん。負けてる、負けてる。うん。だって戻っちゃった。負けてるな、確かに。で、こいつらあれやな。あれ、ゆき。か、あれは、もうダメ。みんなダメ。トラップ。やべ、ミスった、ミスった。肉肉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 。待って、上から来てんの。あー、ごめん。え、マジか、ごめん。いやー、弾ねえ、ボルトの弾なかった。 G7 しか残ってない。いや、うん、俺マスティフな、ボルトついてれば勝ってたな。いや、あと1やん、これ。はあ。何秒？40。早くね。始まったね。始まってるね。始まった。え、多分、え、一緒だと思うよ。一緒だと思います。まあ、こっちが勝手にあのチャンピオン部隊確認するから。え、今日送った荷物さ、今日福島から送られた荷物さ、明日届くのやばくね。はいや、ヤマトすげえ。ビシャアルファな、あ、同じ同じ同じです。同じ、うん。倒れる前に残像が見えるだろう。あれは俺だ。ここに着地しましょう。了解。俺今回はあの画面見てないから、いた人たちも。いや、逆にさっき見てたので。俺チャンピオン部隊確認するとためにしか見てない。こっちに、こっちに行こう。武器弱い。俺これでイタショウたち来たら確実に負ける自信がある。いる？ここ。いや、いない。
取れるのかやっと。報告、ファーストキル発生。何言ったのそれ。あ、カゴ。カゴも当たんなかったけど。ラウンドワン。リングのカウントダウン。いやあ。真面目にやろう。すでにリング内よ。やれ。さすがにあのボルトの弾40発で持つのはチクった。それはやばい。こっちで拡張スナイパーマガジンを発見。レベル3だ。それの他の武器が G7 だったから余計だと。G7 じゃない他の武器だったらワンチャンあったけど。やべえ、なんかすっげえ重い。やばいかも。落ちるかもしれない。殴って落っことしてあげようか。やばいもん、だってめっちゃ動くもん。こっちにいいものがあるかも。あ、待って。やば。え、ここにある。同じ。うん、うん。え、何、何、なんでこんな重くなったの、急に。チャンピオン撃破。このバッグ作っちゃいたいな。ちょっと待って。集めるわ。遠いな。なんかさ。うん、右上になんか棒みたいなやつ、あ、回線のやつ、あ、赤いなんかボツボツが、じゃが、なんかつぶつぶがついた棒みたいなやつ、うん、でなんかさ、足を止めると出るんだよ。足を止めると出るの？うん、足多分ずっと常に動いたら出ないの。なあ、そう意味わかんねえなって。残り1分、リングは遠くない。まあでもそういうのって大体原因いたしょだから、原因は全ていたしょにあることにされるいたしょ。残り1分を切った。リングまであと少し。も何も気にしてないのもいたしょで、もうなる。いたしょティフティフあったのですよ。はこっちに拡張エネルギーマガジンがある。ティフティフだって。ティフティフ？オッケー。ルート SMG を発見。残り30秒切った。いや、あいつまだマスティフ持ってない。今うちで借り取るしかないんじゃない？そうだね。これは若いのね。あったって。G7 スカ拡張ライトマガジンを発見。レベル2の。私のものだ。もうすねこいつ。スコープを発見。近距離用ね。残り10秒。これは使える。それうまくいく世界線が見えない。それなぁ、わかる。おわ、お前。敵いたから言ったんだっけ。急に撃つやん。いや、なんか、どうせ遠いし、誰も寄ってこられなくてそうだったかな。わからんぞ、それが。ラストだったりしたら絶対詰めてくるから。あれだけど、モンダにチャーナー打つと詰めてくるから。みんなに何言っても詰めてくるよ、あいつら。強敵ランクじゃない限り。エリアをスキャン中。あれ行こうぜ、雪後ろ後ろ。そうだね。こっちよ。こっちを探索しましょう。逃げよ。見てきたかも。ガチで詰められてない。え、めっちゃガクガクする。すごい。待って、なんか、待って、なんか俺、コク使えないんだけど。やば、え、なになになに、なんか痛い。最悪。上、上行く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 。逃げるね、俺も逃げてる。ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、それやばい。
最悪。スライスのロック。無理や。二人とも下降りた。いや。誰やねんお前。俺違うで。俺打ったの奥さんやったからこいつは違うで。違うやつかよ。最悪。タイミング最悪だ。あ、腹たれこだしこいつら。誰腹たれ。うん、さっきからキルログに出てたやつ。こいつらどこいんの？こいつらワールズエッジの。ワールズエッジじゃないとか言ってる。ワールズエッジじゃない、間違った。フラグメント。あそこだよ、俺らしてた。天保。マジか。天道の紫ってこと。全然ロングボーだろ。敵を確認。主神が眼力を与えたも。俺の方来てるな。テルミット主神を見なさい。半分で。エリアをスキャン。攻撃を仕掛けてきた。余裕でも拾う。怖いよね。前よりは攻撃だからかも。かしら。主人が眼力を与えたもん。ああ、聞いてね。こいつら普通に当ててくれるかなって思ったら、レイ普通に。発動のレイクアシス。敵が近い。私に眼力を巡りたまえ。いや、エイムアシストとか言う前に。こっちからも来てかんねん。急に強いな。初期勢やろって、これ持ってる。真ん中のアイコンの中のバッチ。あいつらフラグメント行った。うん、フラグメント行った。あー、負けた。よし、戻ろう。マジで、なんでダイヤ隊に勝てないかな。場合、時と場合による勝てる。勝てるときマジ勝てないって決めて。私の姿はわかるでしょ。見つけてみなさい。今何分？次ラストだな。じゃあ、勇気チェックよろ。わーい。コウさん、途中も大丈夫？まだ。待って、今接続中。何を？ 10時58。何が大丈夫？いや、あれ、働いてるぜ。大丈夫でしょ？待って、そんな。11時半に寝ようが10秒で。30分はでかいよ。30分がでかいと感じるのは朝だけで。でも俺あれだよ。これ死んだりなんだ。そらあれでしょ。今回のイベントのやつ。55人よ。41。キャンセル？いや、無理だ。やったらもうマッチングするよ、勝手に。そっちもマッチしてね。早くね、そっちの方が。はい。55人でこっちマッチしないんで。あ、やっとした。80万人が動画上げてる。トラミヤキじゃなくて。動画？シューゲーム。え？共に歩もう。力強く戦え。小山なって。明日の朝働く最後見れる。勝利をつかめ。電車の中で？お、こうなっちゃうんだ。今回のチャンピオンを紹介します。
光の操り方を知っていれば闇を恐れることはなくなる。フェイヤー、私がジャンプしたい。いつもミラージュライフレイ、あ、普通に行きますか、じゃあ最後。ああ、これで終わりや。これはみんな終わりや、終わりや、みんな終わりか。俺は終わらんかもしれない。よ、どっちにしよう、どっちでもいい。ちょ、これ同じ建物入るね、小山。はい、逃げろ逃げろ、モザンビーク逃げる方法は4スコモザンビークに4スコつけたら最強だよ、マジで。あ、センチ狙った。こっちの上の、あー、まあ、どっちもないな、まずいな。4スコって何、24。あ、下降りた、下降りた。俺武器ないんだよな。あそこ。あ、モザンビークない。エネルギーあったら教えて。はい。あと、それかないといない。はい。止まったな。感じる。誰かここにいたの。どこ、ジブいる、どこジブいる。ナイスー、はい、行く。あ、神、射撃開始。あ、外から行ってる。さすがに今のはあえて下手す。グレネードが来る。あわま、余談肉ある。やっぱいるよね。普通に二人いる。一気無理しないで。やべ。割れてる割れてる割れてる。割れてないけど。食らってる食らってる。ちょ、なんで、ちょっと、なんで登れないの？やばすぎ。いつまた上がってくるよ。ナイスー。今日はかー、今の面白すぎるだろ。今の面白かった。終わろう。ああ。君たちはもう終わりかい？